どうも、ジミー入枝です。今回ですね、YouTube チャンネルというものを始めることになりました。題して、ジミー入枝のドゥーバップチャンネルというチャンネルですね。まあ、その初回がただいま、1月3日日曜日の夜7時15分からのですね、これはまあアップというんですか、放送というんですからね、初回の更新と申しましょうか、始まりました。よろしくお願いいたします。初回なので自己紹介から、名前ジミー入枝、はい、もちろんこちら芸名です。中学生の頃にですね、まあアメリカベースの音楽に憧れまして、アメリカ人のようになろうと。本名はですね、入枝真也と言うんです。なんですけど、まあ中3のその夏の頃ぐらいに、あ、僕はこういう音楽が好きになったので、よし、ボブとか、チャーリーとか、今回のジミーとかね、トミーとかね、いろいろあのアメリカものの名前を並べまして、名字の入枝は本名なんですけどね、どれがいいかな。ジミー入枝というのが座りが良かったんですよね。で、その名前のジミーの由来もせっかくですから言っておきましょう。明治生まれのジャズドラマーにジミー原田さんという方がいらっしゃいまして、自由劇場というところが主催して行っていた上海バンスティング、戦前戦中の上海で活躍した日本のジャズメンの、まあ、お話があるんですが、そこの、まあ、モデルの一人となったような方なんですよね。明治生まれのジャズドラマージミー原田さん、ジミー原田、ジミー入枝、なんかいい感じでこの名前にしてみようかな。中3の2学期なる時期からですかね、今日から僕はジミーになるかな。ジミー入枝をまず勝手に名乗るようになりまして、広まったのは高校1年になってからなんですけど、生徒手帳にですね、入枝の名字の前にジミーって書いてたんですよね。だからなんでかですね、全1年生の前で生徒手帳のチェックが始まりましてね、そういう指導する先生から、君の名前はなんだ、入枝真也です、でも手帳にはなんて書いてある、ジミー入枝です、そのジミーってなんだ、実は僕ジミー入枝なんですってことで、入枝君ジミーなんだってよということで、高校の同級生から広がり出しての30数年間になります。おかげさまで今もジミー入枝を名乗っているというところです。出身地です。日本の西側、九州の南部、鹿児島県の東シナ海という方に面しているところに一木久志木の市という、まあ、町があります。そこの、羽の島と書いて羽島と呼ぶ地区があるんですけど、そこの出身なんですよね。日本の方が聞いても、極端な話は鹿児島の方が聞いても随分ストレンジなイントネーションなんですけれども、私の生まれ故郷一木久志木のは羽島独特のイントネーションと申しましょうかね。例えばそうだな、新聞紙、これ合ってますかね、合ってんですかね、新聞紙、オーソドックスな言い方だったら、鹿児島のイントネーションだったら新聞紙ってなるんですよね。鹿児島のイントネーションだったら、私の生まれ故郷一木久志木のは羽島のイントネーションだったら新聞紙となるわけなんです。この違いが分かっていただけましたでしょうかね。まあそういうところに生まれ育って、高校になって、まあ、外のエリアの方々と同級生交流するようになって、自分のイントネーションの違いに気がつき、悩んだんですけれども、高校1年の担任の先生に相談したら、君はこのままがいいんじゃないかというアドバイスに、まあ、励まされてというか、その言葉に甘えてというか、標準の言葉を覚えるというところはサボりましてね、もう50近くになっているということなんです。ということで50近くなんです。この放送がある1月3日時点ではですね、48歳、1972年昭和47年の10月1日に生まれました。天秤座で A 型ですね。まあまあ、その天秤座の占いとか血液型の占いとかが合ってるかどうかは、まあ私と付き合ってみないとわからないので、どうぞよかったら付き合ってください。あれ、オープニングからつらつらつらっと喋ったけど、まだ言ってなかったかもしれませんね。歌手なんです。ここ大事なんですよね。
職業が歌手なんです。どこにお勤めですかと聞かれても答えられないんですけれども、勤務先がジミー入江だ。いかがでしょうかね。確定申告をするときには本名では入江田信也、職業は歌手、そして野望とかを書く欄にジミー入江田と芸名を書いて確定申告をしております。歌を歌うんです。こんなに生ってはいますけれども、歌うときは随分頑張ってます。で、まあ、喋ってる部分を活かしてとの活動でですね、ラジオのパーソナリティ頑張ってるんですよね。ラジオに携わらせていただけるようになったのは1997年の10月からなんですけれどもね、コミュニティ放送から番組を担当させていただきまして、2021年1月3日現在で3つの放送局ですね、携わっています。一つは鹿児島の AM 局ですね、 MBC ラジオ南日本放送です。こちらではですね、今4つかな番組に携わっておりましてね、一つは日曜夜7時からの15分間ジミー入江田のドゥーワップステーション、はい、なんかこう親って思いましたか。今回の初回をその放送終了直後に合わせたってことなんですよね。2021年のドゥーワップステーションの初回放送が終わってで、こちらの方に切り替えていただけたら一番ありがたいかなと思ってのこのタイミングで、そちらの方でも Do Wap という言葉を使った番組名を持っております。で、第1、第3の火曜日9時55分からは私の生まれ故郷一木伏木の市にあります薩摩伏木のマグロの館でのマグロの館ただいま朝礼中という番組を MBC のタレント赤岩ひとみちゃんとコンビで、で番組内では館長代理の役どころでですね、進めさせてもらっております。金曜の夜ですね、この時期は夜9時半からちょうど12時、日付が変わる直前までなんですけれども、 MBC ラジオ平日夜の音楽番組ミュージックエクスプレス、こちらは基本生放送で、担当させてもらっております。で、平日のお昼なんですけれども、ワイド番組えっちゃんのタンポポクラブ、こちらはですね、昨年の6月だったかな、放送5000回を超えた長寿番組なんですが、11時半ばに1日1曲ジミちゃんチョイスの選曲を担当しております。で、水曜、木曜、金曜はマイクの前でお話もさせてもらっているというのがこの4つで、他の放送局 FM 霧島、こちらは月曜の正午から2時間の生放送ジミー入江田のできたしこラジオ、土曜の夜7時から2時間が再放送になっています。もう一つ FM 薩摩仙台、私の生まれ故郷一木伏木の市の北部に隣接する町なんですけれどもね、そこにあるコミュニティ放送でジミー入江田のですですオンマイマインド、こちらの本放送はですね、水曜の26時と申しましょうか、水曜の深夜2時というか木曜の午前2時というか、全国の、 あの衛星ラジオ放送ですね、ミュージックバードで全国放送になっております。で、再放送が土曜の朝9時から、こちらは FM 薩摩仙台でそれぞれ1時間ずつの放送、収録の放送を担当しています。で、時々なんですけれども MBC テレビ水曜夜7時からのてげてげのナレーションも担当させてもらっております。ありがたいことに出番もたくさん頂戴しての現在ということになっています。他にはですね、講演会の講師、小学校、中学校、高校、専門学校、大学ですとか婦人会とか企業の研修にも呼ばれたりしますね、異業種交流会とかそういうところに呼んでいただきまして、まあ短ければ60分ぐらいから長ければ2時間半くらいまで担当したことがありますね。歌も混ぜながらの進行で担当させてもらっておりまして、まあ主にこちらは鹿児島県内で呼んでいただいているという部分になります。よかった、まず自分の活動も話すことができました。好きなもの、そうですね、ちょうど今日私がこの着ているシャツ、フラミンゴが好き
い、フラミンゴが大好きなんですよね。またフラミンゴが好きなわけは、貝を追ってあるタイミングにお話できたらいいなとは思ってるんですけれどもね。嫌いなもの、嫌いなものは、びっくりするようなタイミングね、急に雷がバーンとなったりとか、ドッキリ系のものですが、後ろからワッとか、そういうのワッと自分はですね、答えてしまいますね。あんまり嫌いなものはすぐには思い浮かばないんですけれどもね。趣味がですね、小学校の頃ですかね、まず週刊少年ジャンプとかありますでしょ。私の小学時代の頃は筋肉マンだったんですよ。だけどジャンプは別に買わずに友達から借りて、私は週刊少年サンデーを読んでいたり、サンデーでは好きだったのがうるせえやつらだったんですよね。でサンデーを毎週買っていた、少年ジミー・イリエダンがですね、中学生になりましたらオリコンウィークリーというものを毎週買って読むようになりましてね、一番真ん中のページを開きますとね、左側にはですねシングルトップ100ウィークリーチャートね、で右側にアルバムのトップ100、ウィークリーチャートでね、それをこう見ながら、わ、このアーティストが久しぶり、何年ぶりかに返り咲いてチャートインしてきてるぞと、そういうのを見たり、そこのそのオリコンウィークリーに載っている新譜情報とかアーティストの情報とかで、小学中学時代の私は随分リアルタイムの音楽史にも詳しかった気がするんですけれども、そっからだんだん遡っていくのが好きになりましてね、いわゆる夏メロだったり、洋楽だったらアメリカンポップスだったりで、自分のその今芸能をやってる時に、まあ心の支えにしている部分では音楽と笑いの融合という部分が実践できる人間でありたいと思ってるもんですから、まあ幼い頃まず一番先に影響を受けたのはドリフ、ドリフがね大好きなんですよね。幼稚園の時期だったですかね、ドリフの人形劇トベソンゴック、そのあたりぐらいから大好きになって、8時だよ全員集合も見るようになっての現在、という部分でしょうか。で、大滝英一さんあたりも好きでですね、まあまあドリフの関連でクレイジーキャッツも好きだったりですとか、あとはまあ余生の演芸ものですね、そういうのも詳しくはないんですけれどもね、好きなんですよ。でそのあたりを自分で掘り下げていって、自分の口で語れるようになりたいなと思う取り組みをする日々、これが趣味。まあドリフをはじめとした冗談音楽、ドゥーワップというミュージックで、アメリカンポップス、昭和歌謡などなどの研究&実演と、そのあたりが趣味という部分で、まあ好きでたまらないですね。今の私にはですね、日課があるんですよ。ちょうど今1年経ったくらいなんですけれどもね、2020年の元日からですねウォーキングをやってましてね、日によってはですね、ペタ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 走る程度のジョギング、なんか専門の方が言うとスロージョギングで言うみたいなんですけどね、まずは1日1万歩を毎日クリアすることをミッションとしまして、で2020年の2月の途中くらいから1日10キロペースが、ジョギングペースで走ると12000歩で10キロ、ウォーキングだったら13000歩ぐらいで10キロになるんですけれどもね、10キロ歩くようにしています。ちなみに、今日この撮影の会場に来た時点で、9.6 キロになってましてね、多分、今日我が家に帰り着くまでには10キロ超えるんじゃないかなと思いながら、おかげさまでですね軽くなりました。体重が最高です。人生何度も太って痩せての繰り返しでリバウンドして、長いことそのリバウンドもキープしてましてね、もう落ちないだろうと思ってたんですが、ピークの時98キロちょっとあったんですよね。で今回のこの撮影の日、朝測ったら69キロということで、まあ、29キロというかね、落ちきった時は67まで落ちたんですけれどもね、やっぱ98あった時はですね体がしんどかったです。なのでこれをキープできたらいいなと思いながら、毎日歩いていますがよ。尊
係する人がいます。まあ芸能関係なんですけれどもね、火曜って、説明しますけれども、ザ・キングトーンズリーダー内田正人さん、一番尊敬する人です。で、シャネルズラッツ&スター周りの皆さん尊敬いたします。で、音楽と笑いの部分で、尊敬する人といいましたら、碇谷長介さんをはじめとしたドリフの皆さん。で、昭和の喜劇王、江野健さん、江野元健さん。で、クレイジーキャッツからは、谷圭さん。このあたりの大好き、尊敬するお相手なんですよね。さて、今回からのこの YouTube チャンネルを始めることになったきっかけ。まあ、人とのご縁と言ったらもうそれまでなんですけれども、2020年3月頃からのコロナ禍、芸能の世界も大変、今もこのオンエアのタイミングでもまだその真っただ中でしょうね。すぐには戻らないですよね。コロナ禍で多くの方々が映像の配信、生で配信する方もいらっしゃいますよね。配信ライブみたいなものね。で、こうやって動画サイトでの配信、多くの方々が始めました。ただですね、私がこの撮影系に関してとっても疎いんですよ。録音ぐらいまではですね、気が回るんですね。ラジオ人間って言ったらまあそこまでなのかもしれませんけれどもね。でも鹿児島の中を見ただけでも多くの知ってるミュージシャンの面々がですね、自分たちで YouTube のチャンネルを立ち上げて配信を始めたりですとか、自分の大好きなアーティスト、例えばドリフの高木ブーさんもチャンネルをオフィシャルで始められたりですとか、またその配信ライブですよね、場所を借りて撮影クルーにガッツンガッツン入ってもらって、配信のチケットでいうんですか、そういうのを販売してライブを行うね。例えば鹿児島だったら私と同じように MBC ラジオにも携わったりしておりますシンガーソングライターの宮井紀之くんもやってますし、そんな中撮影というものに疎い、自力でどうもできない、どうしよう、ただ自分にはラジオというとてもまたかけがえのないものがあるから、リアルタイムに配信発信できるものとしてラジオがあるから、まずは今はラジオを頑張っておこう、コロナ禍はラジオで乗り切ろうと思ってたんですけれどもね、秋口にですね、自分とそうですね四半世紀前くらいにお付き合いが始まったアンボ君、そしてそのアンボ君の友達というかミュージシャンつながりと申しましょうか、ケンケン、この2人がブレーンになってくれて、この YouTube チャンネルを立ち上げませんかと声をかけてくれたんですよね。自力では撮影もできないし、配信っていうんですか、その術もわからない、何もかもその教えてもらいながらなんですけどね、その中でもケンケン YouTuber でもあるという先輩でもある部分からのアドバイスというのが全部的確でですね、じゃあ自分だったらこういう佇まいでいいのかなということで初回ここに座ってますけど、ブレーンに恵まれました。だったらもうやらない理由はないよねということで、今回 YouTube チャンネルを始めることになりました。 YouTube チャンネルでやっていきたいことというのは、自己紹介の中で活動という部分でまあお話もしましたけどね、基本ライブ、イベント会場で歌う、ラジオ、テレビのナレーション、講演会、映らないんですよ。テレビのナレーションも声だけなもんですからね。番組によってワイプというもので抜かれたりする場合もありますけどね、喋ってるところがね。私の担当してる番組はそうではない、テレビだけど声しか流れない、映像からですね流れるという経験がまだ数えるほどしかないんですね。ラジオはですね、どんなにしんどくても声だけ元気だったらある意味いいんです。だけどこうやって映像で撮られてるとですね、疲れた時に疲れた顔ができないですよね。この口角をなんか上げるっていうんですか、でも目も普段ここまでパチッと開いてないんですよ。普段はもっと誰来た目をしてるんですけれどもね。そういうことで映像にまず慣れてない、映像からの発信というものをこの YouTube チャンネルを通じて、今その動いているジミー・イリエダを見てもらいたい、
で、放送とかではもしかしたら時間に収まらない部分ですとか、この映像まで込みで届けられる取り組みが今後見つかるかもしれませんから、そういうのも発信していきたい。あとはですね、自分のその目標、毎年毎年ここも何年かは変わらない、目指せ人気者への道というのがですね、自分のその心の支えになっている部分なんですけれどもね、人気者になりたいんですよ。職業は歌手なんです。だけど歌手イコール人気者というわけじゃありませんでしょ。歌手イコール有名人というわけでもないんですよ。知る人ぞ知るということは、知らない人は全然知らないということで、その今まで知らなかった方に YouTube を通じて喋った言葉のどっかがどなたかの金銭に触れて、あ、こいついいね、面白いねと思ってもらって、このチャンネルね、見てくれる人が増えていって、地味異例だっていうのを知ってくれる人が増えていって、僕がなんかこうさらに大きなプロジェクトを動かすときにみこしを担いでもらったりだとか、まあ人気者になる一つのね要素のとして、この YouTube チャンネル今回から続けていきたいと思ってますからね、どうかよろしくお願いいたします。つらつらと喋ってみましたけれども、あなたのハートには届きましたでしょうか。今回はですね、1月3日日曜日夜7時15分に、始まったジミー・イレーダのドゥーワップチャンネルなんですけれども、次回からの更新の日時と申しましょうか、曜日と時間ですね、次回からは土曜の夜8時に更新アップ放送をいたします。なので、第2回の放送は1月9日土曜日夜8時です。ぜひぜひその第2回からもご贔屓によろしくお願いいたします。この YouTube チャンネルっていうのは、自分も最近ようやくそのいろいろするようになったんですけど、高評価というのをいただけると非常にありがたい。さらにここね、大事ですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。いろんな方々のYouTube チャンネルも見ましたけど、そっか、チャンネル登録をするということが応援してるよということになるのかなと思いながらですね、今いろんな方々のところのチャンネル登録も自分もしながら進めていますけれどもね、どうかよろしくお願いいたします。ということで、第1回のジミー・イリエダのドゥーワップチャンネル、これにて、終了です。また次回までごきげんよう。ドゥーワップ。